しまえんチャンネルでは企業案件大募集しています。飲食店向けに動画で PR してほしい人、 CM の最後に PR 動画を入れてほしい人、単発でしまえんコンサルに来てほしい人など、概要欄からお問い合わせください。活性化させていくっていうのはすごく僕は共感したわけですよ。まあ、シンプルにスタッフとのコミュニケーションが取れてるんですね。すごいですね、動きがすごい。全面夏の似てるね。はい、わかりました。しまえんコンサル、コンサルなのか何なのかはちょっと分かんないですけど、とある神戸のすごい経営者の方に呼び出しを食らいまして、しまえんちょっと来てくれと、うちの店見てくれと、で俺も YouTube やってるから一緒にやろうよみたいな感じでお呼びいただいたんですけど、なんと来たらめちゃくちゃいい場所で、南京町っていうね、神戸の中華街のど真ん中でございます。で大丸があって、なんやらがあって、このスターバックス、ここはなんとイチローがたまに来るらしい。そうなんですか。あっちが神戸の港で、はい、めちゃくちゃいい場所に、はい、この3階がやったとこやからっつって、田中社長って言うんですけど、とりあえず来てと言われたんで今から行きましょう。ここから入ってこちらですね、ルーフトップカフェ、ね、すごい雰囲気いい感じで、結婚式の二次会とかで使いそうな感じなのかな。ただここの社長が謎なんで、その謎に迫りたいと思います。階段でしか上がれないというんで。あ、3階まで階段上がるんですね。そう、階段で。しかも今日35度ぐらいありますからね。いや、ほんま、やばい。疲れた、帰ろう。2階はね、テナント募集してるけど集まってないんだな。家賃なんぼなんやろな。確かに高そうっすね。ね、おお。結婚式の二次会的な場所でね。じゃあ行きましょう。お願いします。こんな感じでございます。めちゃくちゃ広い。今回前半が僕の YouTube で流れて、後半がここの田中社長のチャンネルで流れるそうなんで、何の話なのかちょっとよく分かんないですけど、とりあえず来いって言われたんで決めました。田中社長撮ってますよ。お願いします。田中社長です。田中です。よろしくお願いします。なんで呼ばれたんですか。いや、宣伝目的ですね。おお。島の発信力を持ってですね、こういう隠れたところをですね、PR できたらなという。ここの店を PR したい。はい。あとですね、ここ僕3月からなんですよ。うん。まあ今から一体どういうふうにやっていったらいいかなと。買い取ったんですよね。事業譲渡で引き取ったですね。おお。経営の神様の僕の崇拝する島屋にですね、ちょっとしたアドバイスをいただければ、うん、ちょっとしたヒントをいただければ、うん、より良い店になるんじゃないかなという期待も込めまして、僕の方からぜひ今日来てくださいよというお願いをしまして、うん、そう、今日来ていただける無理やりに、はい、僕の言うことだったら聞いてくれるらしいから、うん、熱いな言いながら、うん、もうかなわんな言いながら、うん、今日なんとこの3階のこれでも島田、これで誰なんですか。自己紹介してくださいよ。僕ですか。はい。あ、僕は何者なんですか。メインの事業は名刺には、はい、事業が投資家と書いてます。お、神戸の街を活性化するためにいろんな事業であったりとか、もともとは僕は26歳の時に起業してまして、うん、イベントの企画制作とかで、ハイボールいっちょ、ハイボールお願いします。そういう感じなんですよ。はい。でメインは何なんですか。メインは僕投資家ですか。事業家投資家でいろんなことやってるので、うん、主たる収入源はひょっとして不動産収入かなと思ったり、でも、まあ、その辺はねちょっと、はい、落ち着いてゆっくりお話聞いていきたいと思いますので、はいはい、ちょっとこのもうカメラも見てください。今日の見てください。うちのカメラこれ iPhone でほんまに見てこれ。お母さんちょっと奥も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 奥、こういう感じでね、これからの季節ちょっと今暑いんですけど、うんうん、バーベキューとかビアガーデンとか、うん、そういうこともできますんで、ぜひ、ね、忙しいと思いますけど皆さん来ていただいて、うん、ちょっといい感じになってきたでしょね。いや、ちょっと日もちょっとかけ気味で、いやこれ、ね、汗だくですし。これ昼間にねここでやろうと思ってたんですけど、うん、昼間はもう無理やなと思って、うん、ちょっとでもこう日陰になってきたらまだマシかなと。なるほど、はい、でも暑いです。暑いですね、はい。はい、ハイボール一応お願いします。はい、お願いしました。ということで田中社長、はい、すごいですね。この動き見とったらもう動きがすごい。何の動きですか。いやもうすごい。バイタリティっていうか、すごい、元気がいい。僕はもう島屋崇拝してますんで、じゃあほんで簡単な島屋に負けたらあかんなと思って頑張ってます。簡単な経歴をお願いします。簡単に言いますと僕1995年にね阪神淡路大震災があったんですよ。
その翌年に僕はイベントの企画制作業として起業しました、はい、ベイエリアという会社です、うん、神戸でイベントの企画制作の裏方業を20代はしてました。もともとはほんなら雇われでそれ働いてたという？いや、雇われで、大学を卒業して3年間は雇われてました。で震災があって、うん、震災を機に1年3ヶ月の春、うん、見事にベイエリアというのが有限会社で起業したんですね。おでその後破竹の勢いでイベントの事業をずっと伸ばしながら、最初はイベント会社ってことですか？はい、そうです。今もそうですよ。あ、そうなんですか、はい、何のイベントやったんですか？1本目は、例えば分かりやすい、1本目では神戸祭りえとか、全体じゃないですよ、一部をやらしてもらったりとか、あのメリケンパークのイベントとか、そういったものに携わっていって、うん、まあ、有名なところで言うと、これはイベントとは言えないんですけど、はい、あの阪神淡路大震災の追悼行事とか、あの例えばルミナリエとかいうのもちょっと絡んだりしてます。はい、一丁上社長ですね。はい、一丁上です。イベントで儲かったんですね。儲かったというか、まあ、なんとかやっていけてる中で、はい、そこで得た利益を、一つは例えばイベントってやっぱりその人材とか、うん、外注がやっぱ多いんですね。要するに外注産業なんですよ、はいはい、その外注してる部分を社内でやっていこうということで、うん、業務教育とか人材派遣の免許を持ったりとか、うん、例えばあのインターネットの事業部を作ったりとか、うん、そういうことをやってたのが30代なんですね、うん、で30代を経て40代手前から不動産の投資を始めたと、うん、今現在は収益用ビル8棟を持ってます。すごい。でもそんなキャッシュいきなりどうするんですか？いや、銀行借り入れとか。逆に僕島屋にコンサルしましょうか。いや、しほしい。ビルちょうだい1個。まあ、一番大きい収益は何なんですか？収益は分からないです。分からない。それぞれもみんな任せてるので、うん、どれがどれだけの収益っていうのは数字はなんとなく見えてますけど、うん、一応赤字がないかなみたいな。すごいな。まあ、そんな感じでやってます。最初お会いした時は何でしたっけ、なんで田中さんと。もともと箕輪さん系ですよ。ほう、なんで箕輪さんと。箕輪さんの YouTube に僕が出ることになり、でそれをずっとどんなことを喋ったらいいのかなと見てたら、あ、違う、僕が箕輪さんと神戸に来た時に、まあ、見せていきましょうって僕が誘って、箕輪さんに連絡したら、すみませんみたいな、今なんか変なおじさんに捕まって変なビルにいるんで、そこ来てもらっていいですかって言ったらおったんです。そうなんですか？そうでしょ。あ、いや、で何撮ってるんですかって言ったら、箕輪さんも、いや、もうよくわかんないのこのおじさんみたいになって。でそっからのつながりで箕輪さんと飯行く約束してて、田中さんもついてきて一緒に。そう。でその時に江西の近所にうちの東証物件一つあるんですよ、あのマンションが。でもその時僕が江西やってるって知らなかったです。知ってました。え？でその後僕江西に行きましたもん。え、ほんだその前が僕のこと知ってくれる？知ってましたよ。おー、すごい、大ファン。 Facebook のメッセンジャーで、うん、島さん名前見つけて Facebook でいきなりメッセージ送ったんですよ。全然覚えてないです。それがもともと入り口ですよ。あ、そうなんですか。はい、ほんで箕輪さん来ますよ、 でたまたまそれ僕は研究家なんで、江西も行って、これうまいやんと。でたまたまね、僕のその収益ブルー1階の駐車場が空いてるんですよ。この駐車場は僕が江西に行った時の専用駐車場になってるんですよ。だ僕そう車で行って江西行って、すごいな。ちなみに先週の日曜日も行ってきましたよ。マジですか。メニュー研究してますから。お、キャッチアップしますから僕は。ビルちょうだい。券売機変わってましたね。券売機が変わってましたね。お、さすが、見てますよちゃんと。すごい、うん、経歴が長い。長い。赤字で倒産しそうなラーメン屋助けます。愛の貧乏企画に応募希望者は概要欄まで。しばやんがなんと無料でプロデュース。すいません。いろいろ事業成功されてるということで。成功かな。しまやんを目の前に成功なんて僕よう言いませんよ。よう言いますわ。ビルハットを持ってるおっさんが何言うてまんねん。やめて、おっさんっていうのやめて。社長が今回一番相談したいことは何なんですか？あのね、島田さんが神戸に来られるということで、うん、ぜひキャッチアップしないといけないと。キャッチアップするんであれば、せっかく来てくれるんであれば、うん、単なる雑談とか、うん、うちの YouTube チャンネルの撮影だけでは面白くないと、もったいないと。天下の島屋の時間を何やと思ってんねん。できないと思うんでね、うん、大したことないと思うんですけど。飛んでないやん。で島屋さんに相談事として、僕はいろんなことやってる中で飲食っていうのは全然わからないわけですよ。お、なるほど。まあここはね、素人なわけですよ、事業譲渡で、素人な、素人の癖して、これだけの大箱の一等地の話長いって連絡来ましょう。誰から？そうお待たせしました。うわ、美味しそう。サラダですね。ちなみにここはいくらで購入したんですか？譲渡した金額については、ここともうあと2店舗をまとめて譲渡されてます。会社とか事業譲渡なので、ほう、いきなり3店舗のオーナーになったんで。おお、すげえ。だからここ単品ではちょっと何とも言えないんですけども、ほんな3つ合わせて全部で買いました。4つ当たり前ですやん。もっと言えば、ここの敷金が
です。事業譲渡を受けるにあたっては円滑にやっぱり事業を継続していく必要があるので大家さんとの関係を悪くしてはいけないっていうのはあるじゃないですか、うん、ということは敷金とか未払いの家賃とかがあった場合事業譲渡を受けてもうまくいかないですよね、うん、大家さんの仲悪くなるので、うん、ということはその分を入れてくるとここで言うとですでプラスもう一つの店が資金が眠ってたので合計するとで3店舗を買ったことになります。えでもね、はい、保証金はもう一回入れなさいと入れ直さない、その中に含まれてます。それめっちゃ安いやん、うん、全部 P4 やったんで皆さんよくわかんないですけどですよ。めちゃくちゃ安い値段で僕はなんせそのことをもう即決するわけですよ。なぜかというと神戸のために神戸でこれいただきます。玉木さんこれ宣伝これ夏のお気づいて冷泉サラダです。すごいですね。ふわっとこうもう全体が見えてるからこうしなはれこうしなはれ俺はこうでこうでみたいな。違うんですよこれはね、僕はすごい島屋さんを崇拝してるので島屋さんに退屈させたりとかしょうもないやつやなとか、うん、タイトルでねお前こらとかねいうタイトル入れたくないから、うん、頑張って喋ってるわけですよ。今回そのタイトルでいきます。そこまでねお金とか資産もらされてるのになんで島屋さんを崇拝することになったんですか。元々がだからその縁があって江西に行かせていただいて江西に行って感動したんですよ、うん、僕の友達だけで売上月30万ぐらい上がってると思いますよ。上がってる、いや上がってないというかもともと満席やから30万ぐらい僕の友達行ってますよ。みんな連れて行ったら僕の友達連れて行ったら僕の友達が友達連れて行って友達が友達連れて行って全員がうまいから行くから。それ言い出して全員友達やん。僕の周りで行ってきたでとか何やせこいわ。いやそうなんですか。というのがあるんですよ。で僕 YouTube もずっと見させてもらいました。ああもう島屋のやり方が恐ろしく綺麗、負けたと思った、YouTube デビューした時期って同じぐらいだから。あそうなん僕はネタがなかった、うん、でも島屋はやっぱり FC 加盟募集とか、うん、ラーメン店のやり方とかノウハウとか、うんうん、いや見る人レシピとかね、そう見る人にとってためになるコンテンツ、面白いコンテンツに変わっていってこの YouTube 戦略も抜群、うん、でオンラインサロン抜群、うん、令和の虎全てそういうやり方そのものが自分が前に進んでいくというのを見せると従業員がやっぱりこうオーラを感じるというかついていきやすい社員が出てくる、これも抜群、このやり方はすごいなと。あなたもすごいよ。いや僕はもうな闇雲になんかベシャリがすごい。止まれへん。え止まれへん。あすいません。じゃあSNS の使い方とかブランディングとか、まあ、カリスマ性があるみたいな感じですかね。ていうかもう基本的にやっぱり、ね、前提としてはね僕は尊敬してるのはラーメンがうまいんよ。そこが原点よ。SNS が上手で高校だったとしてもまずいもんであれば僕はこう言わないと思いますよ。癖になるというかね、はい、中毒性があるというか。え皆さんこれ普通の状況なんですか、この喋りの状況が、うん、すごい僕こんなんですよ。社長喋りすぎですとか、いやいやまだまだ喋りますよ。社長押してますとか誰も言わないですよ。全然みんなもこんなん、いやみんな飽きてか。みんな見てください見てください幸せ見てください。みんなすごい、みんな飽きて帰ってます。田中さんのパワーですね。はいということで、うん、はいっていうことで一番相談したいことは何でしたっけ。まあ事業譲渡して、じゃあこれをどう展開していくかってことですね。はい、こっから本題入ってました、はい、やっと本題した。20分喋ってやっと本題です。ちょっと真面目な話ね、はい、こういう大型のお店をね事業譲渡を受けて僕は経営することになったと、うん、めっちゃ安くで書いておってるやん、うん、ところがね転売した方が儲かるんじゃん、お前か。ところがね転売して儲かるっていうところで言うと僕はそういうことはあんま考えてないわけですよ。神戸ののためになればいいなという気持ちで僕はやったわけですよ。で島屋さんにね相談したかったのはこういう場合どこから手をつけるか、うん、もうすでにチームはできてるわけですよ、うん、料理もできるわけですよ、うん、メニューもできてるわけですよ、うん、売上とか経理っていうのは僕らちょっと見させてもらおうかなということをやったわけですよ、うん、で売上と利益とかざっくりどんぐらいなんですか。売上でいうとここでペースぐらいかな。うーん美味しいでしょ、うん、美味しいのでねランチは満席なんです。サナダしか食うてへんからね。夜がねやっぱりこの街って寒いんですよね、うん、だパーティー需要取っていかなあかんなとかこれせなあかんなとかいうの、うん、いろいろこうイメージはあるんですけどもともとこれは自走してたところなので僕は入ってきて構成合わせっていうのは違うかなと。でスタッフの人ともいろいろ喋っててもスタッフもよくできてる、すごい優秀というか僕より優秀、うん、この場合島屋さんどっから手をつけます。人事 PR 経理メニュー内装とかいうのいろいろあるじゃないですか。どっから手をつけたらええんかなという事業継承とか事業譲渡した場合、はいはい、何からやっていったらいいかというです、ね、そうです。
シンプルにスタッフとのコミュニケーションが取るっていうことですね。今回オーナーが変わりました、はい、だから僕はこういう思いでやってますっていう、うん、その僕がよくビジョンミッションを示しなさいっていうところがまず第一感だと思います。分かります。田中社長になった瞬間辞めた人もいっぱいいると思うんですよね。あ、いないんですよ。え、だって僕何も変えれないから。まあ、僕はとりあえずトップが変わったらまずもう一回ビジョンミッションをちゃんと伝えてコミュニケーションを取っていくかなと思うんで、とりあえずだから組織の再構築からやっていくかなっていうのが一番最初にやるべきことかなと思います。なるほど。じゃないと PR しても何しても彼らが納得してやってなかったらあまり意味がないかなと思ったんで、僕やったらまずそれからするかなっていうところですね。だから僕はね、全く素人なんで今すごい心に刺さりました。一番いいのは飲食店見つかったじゃないですか。それを僕がやるのが一番いいです。おお、美味しそう。言っていいですか。はい、最後の笑顔が良かったです。ありがとうございます。めちゃくちゃいい。シマヤンがやった方がいいかもしれないんですよ。僕その通りやと思ってて、いや、なぜかというと僕はシマヤンにもうすごく共感してるのが、昔ですよ、飲食店が観光地化するという FC の資料になったんですね。ああ、はいはい。で僕それにすごく共感してて、そのやっぱりお店をめがけて人が来る、そこに対して来た時に例えば交通費もかかるし、次もうちょっと行こうかなとかいうの、食とか店を起点に考える、こういうので活性化させていくっていうのはすごく僕は共感したわけですよ。ありがとうございます。僕も目指したいところだったんですね、僕もイベント屋なんで、観光活性化とか経済活性化とかしていきたいと思ってるわけですよ。その食の一店舗で、その街を変えていくというパワーを持ってやろうぜみたいなのがすごい心に響きました、で僕もそういうので姉妹に見習って頑張っていきたいと思います。でもほんなら事業継承 M&A は関係ないってことですか。事業継承 M&A をしながら僕は儲けたいわけじゃなくて、それをすることによって社会的な課題を解決したい。で僕のコンセプトはラーメン屋さんの役に立つチャンネル、飲食店って間口が広すぎるから、飲食店じゃなくてラーメン屋っていうちょっと怖いけどそこを取っていこうと、でラーメン屋さんの役に立つチャンネルっていうコンセプトができたから、じゃあラーメン屋さんの役に立つために何したらいいのっていうと、じゃあレシピ動画あった方がいいんじゃないの、じゃあコンサル動画あった方がいいんじゃないの、じゃあ人材教育の話があった方がいいんじゃないのっていう、だからコンセプトはブレてないんですよ、だから伸びたっていうのは多少あると思うんですけど、って考えた時にそのコンセプトがちょっと曖昧かなと。 M&A 事業継承言うたり、神戸を盛り上げたい言うたり、シマヤンが感動したラーメン屋の動画、4つ目ラーメン屋独立したい人が最初にやるべきこと動画、5つ目今すぐ使えるシマヤンの会社のチェックリスト3つ大公開、ほんまは公開したくないんですが皆さんのために公開します、6つ目 YouTube 未公開シマヤンの知られざる過去動画、1時間の動画ですがシマヤンが今まで YouTube に語らなかった本音を話しております、見ないで、7つ目これもあまり公開したくないんですがラーメンの種類別スープ濃度塩分濃度を公開しています、8つ目初公開シマヤンの人生が変わったおすすめのベスト本、こちらをぜひ見てみてください。これらの特典は完全無料です。 YouTube の下の概要欄から10秒でゲットできるのでぜひ皆さん登録してみてください。